あゆべおです。今日は GU とハリボーがコラボしたデザインのグッズを買いに行ってきました。 GU のティーン向けのコレクションなのでキッズコーナーに売ってるんですけど、いつもよく行ってる GU にキッズコーナーがなかったので今回はちょっと大きい店舗に行ってきました。訪れたのはこちら GU 御徒町店です。上野のアメ横を抜けたところに店舗があります。なんと1階から4階まで全てが GU という大型店舗です。さて、そんな誘惑だらけのお店で私は何を買ったんでしょうか。見ていきたいと思います。今回買ってきたのがまずこの T シャツ。カラーはこの白と水色とあって迷っちゃったんですけど、でも何にでも合う白にしました。サイズは S、M、L とあって、私はこれは S サイズにしました。肩幅が広いのが結構コンプレックスで、この肩の部分がちょっとでも外側に行ってるやつだと肩幅がすごい広く見えちゃうんで、サイズを小さくして、なるべくこの外側に行く部分を内側に持ってきました。この T シャツの特徴が横にスリットが入ってて、私今、前だけしまってるんですけど、こんな感じでスリットが入ってます。なんでこうやってやるとちょうど前だけしまって後ろは長いことができます。あと靴下を3つ買ってきました。サイズは21センチから24センチで390円です。ベアの顔がついてるのが白と水色とあって、カラフルなハリボーは白と黒とありました。あとね、今回買わなかったやつが2つあって、胸元のワンポイントに肩に切り込みが入ってる T シャツと襟がついてるポロシャツワンピースっていうのがありました。いや、めちゃくちゃ可愛かったんですけど、私くらいのちょいお姉さんにはちょっと着れない。まあ、肩切れてんのは絶対肩ちぎれてるよっていろんな人に言われそうやし、ポロシャツのワンピースはねちょっと絶妙に丈が、私ちょっと上半身な足短いだからちょっと上半身長いんでちょっとね丈が足りなくてちょっと心もとなくて諦めました。まあ、この T シャツだったら多分ギリギリ会社で着ても怒られなさそうだからなんかこんなんとか持ったら可愛くない？ちょっとこれで何秒か止まってサムネにする。今回の GU コラボのハリボーの洋服、着るだけでテンションも上がるし、グミが好きなのもアピールできるし、とっても満足です。